約5分で学ぶ第2種電気工事士の第3回目になります。今回はこういった RL の直列回路で抵抗の両端に加わる電圧を求めろという問題をやっていきたいと思います。これこういった同じ形の回路で抵抗の場合とコイルの場合両方電圧を求めるパターンというのがありまして、それら合わせてですね過去10年で6回ぐらい出題されてたと思います。ではやっていくんですけど、まずは回路をチェックしましょう。電源電圧が 100V ですね。で抵抗の抵抗値8オーム、そしてコイルのリアクタンスが6オームとなっています。なのでまずこれ直列の回路ですよね。電流の実行値っていうのがどこでも一定なので、まずはその電流の実行値というのを求めてあげます。この回路に流れる電流の実行値を I としますと、それは電源電圧100というのをこちらの負荷の合成インピーダンス8の2乗プラス6の2乗をルートの中に入れたものですね。これで割ったものの10アンペアというのが電流の実行値になります。これ合成インピーダンスの求め方っていうのはこの第2種電気工事士講座の第1回目でやりました、その方法ですね。はい、というわけで電流というのが10アンペアと求まりましたので、あとはそれにこの抵抗値というのを掛け算してあげればこの抵抗の両端に加わる電圧というのが求まります。抵抗の両端に加わる電圧を VR としますと、 VR というのは電流 10× 抵抗8で 80V なので、答えは選択肢の中で言うと2ですね。今回はこれが答えになります。問題はこれでおしまいなんですけど、今回ですね第2回目と今回第3回目の復習を兼ねてこういったものを書いてみました。前回第2回で扱ったのは RL 並列回路って言って、こういった抵抗とコイルが並列につながっている回路ですね。で今回扱ったのは RL 直列回路といって、抵抗とコイルが直列につながっている回路になります。 RL 並列の場合はですね、電源からやってくる電流というのがここの分岐負荷側でですね分かれるんです。これをですね分流って言うんですけど、じゃあ分流した後の電流とこの分流する前の電流の関係性ってどうなるかっていうと、これ第2回でやったようなベクトルの足し算の関係になってます。 IR と IL のベクトルの足し算というのをやるとですね、元のこの電源の電流というのを求めることができます。そして今回の直列回路っていうのは、これは電源電圧っていうのが負荷側で分圧されます。 VR と VL から元の V というのを求めようと思うと、それぞれの2乗というのを足してルートの中に入れればですね、電源電圧 V というのを求めることができるんですね。これも今回の回路で考えてみると、 VR っていうのが今回 80V でした。で VL っていうのはこれ10A×6Ω なので 60V になりますね。80の2乗プラス60の2乗っていうのは1000です。1000をルートに入れると100になりますので、やはり電源電圧100とちゃんとなっていますね。はい、このようにですね、第2種電気工事士の電流や電圧の記号っていうのはこれ実行値を全て意味しています。なので交流のその大きさと位相というパラメータのうち大きさの部分だけ、大きさっていうのが実行値相当していますから、その大きさの部分だけ計算しているんだっていうことでですね、イメージを持っていただければいいかなと思います。それでは今日の動画はここまでで以上になります。また別の動画でお会いしましょう。